今日はですね、我が家にいますセイブシシバナヘビアルビノのメスですねの、餌揚げ動画をご紹介したいなと思います。餌はですね、ピンクマウス、冷凍されたピンクマウスを、湯煎で解凍して開けます。今日はいつも通り3匹非常にね、食いつきどころがこのように悪いと、食べるまでにね時間がかかりますね。最近はねもうなんか強引に今見たくもうね2つ折りにしてね飲み込もうとするんですよね。普通はねだんだん横にずらしていって頭かしお尻から一直線に飲み込むんですけど、強引ですね。ただね常識を外れた顎なんで、食べた後のね、もぐもぐがね、いいですね。1匹目、完食。2匹目、もうちょっと外に出してみようかな。ちっちゃいんでしょ。
クアウトしないで。しないけど頭を向けてあげてんのに横から食おうとするね、性質なのかしら。食べてからね、結構次に2日ぐらいしてからかな、うんこしますんで、代謝が非常に早いかなと思いますね。満足そう。ちょっと鼻の先のところ黒いのついてるのが、自分のしたうんこを掘り起こしてちょっと黒くなっちゃったんですね。取れなくて2、3回ですね。2回ぐらいかけてますね、同じ量は。
かなと思ったんで、だって意外とあの動き回ってるんで、あのそんなにあの地形みたいなね、あのちょっとずっといる感じのヘビでもなさそうで、非常に飼いやすいかなと思いますね。まあいかんせんちょっと値段がね少ししますけど、まあそのぐらいあの値段がねした方があの飼育する手に入れて卵みたいんですけど、なかなか余裕がね、できたらチャレンジしていこうかなと思います。これからもね、まあちょくちょくこういう餌あげ動画ですね、やっていこうかなと思いますので、まあ、気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録とかしていただけるといいかなと思います。次の動画でお会いいたしましょう。